皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれて本当に嬉しく思います。さて、今週のニュースといえば、なんといっても安倍首相が自民党総裁として憲法改正について踏み込んだ発言をしたことです。2020年までに改正した憲法の施行にこぎつけたい、そしてその改正の焦点は9条だと語りました。さて、このことについて朝日新聞が5月4日ですけれども、このような社説を書きました。9条を堅持したい、そして自衛隊はあくまでも防衛に徹する盾となり、アメリカ軍が矛となって役割を果たすべきだ。その一方で、今年は国連平和維持活動 PKO の協力法制定から25年の節目でもある。 PKO をはじめ海外に派遣された自衛隊は一発の銃弾も撃っていない、一人も殺していない、殺されていない。紛争の起きた国の再建を手伝う平和構築は自衛隊にとって憲法前文の精神に沿ったものである。自衛隊が参加できる PKO の任務の幅を広げたい。朝日新聞は憲法施行60年の社説でこう書きましたと、朝日は胸を張っているんです。憲法施行60年といえば10年前ですけれども、でもそれよりもっと前の25年前、同じ朝日新聞の社説はどう書いていたでしょうか。こう言いました。25年前ですよ。自衛隊が PKO の任務を帯びて海外に出動することについて、侵略につながると心配をしている人々がアジアにいます。そしてまた、その年の3月16日の社説にはですね、政府専用機2機のジャンボ機が防衛庁、当時は防衛庁だったんです、防衛庁に移された。自衛隊に海外の邦人輸送の権限を与える自衛隊法の改正案が国会に提出された。問題はジャンボ機2機だけでなく、自衛隊の保有機全般について、海外の災害や国際紛争時の邦人の救出輸送に充てることができるようになった点にある。今とは全然反対のことを言ってるんですね。朝日新聞もよくおっしゃいますわねと私は思います。さて、今日はですね、民進党の、長島昭久さんをお迎えいたしました。今ワシントンからお帰りになったばっかりで、4月10日に、長島さんは民進党を除籍されたんですかね、はい、本当はご自分で抜けたかったんだけれども除籍されました、長島さん民進党、前の民主党で、防衛、副大臣を務めた方で、民進党の、切手の防衛の専門家と言われている方です。その方の気持ちをですね、今日は政界の大ご意見番でいらっしゃる金美玲さんね、本当に金美玲さんといえばもう日本の政治家どなたも前に出て大きな口は叩けないわけですけれども、この金美玲さんと私のお二人でですね、長島さんにちょっと心ゆくまでお伺いしたいと思います。金美玲さん、まずやっぱり長島さんにお聞きしたいのは、今までずっとお辞めになるお辞めになる、民主党もしくは民進党から離れますと、私たちこう何回かお約束いただいてずいぶん時間かかりましたが、今回、はい、もう決定的な要因だったのは何なんですか？そうですね、私も2年半ぐらい、悩んで、このままではもう政権にたどり着くことはないだろうと、そういう覚悟を決めて2年半、本当に何度も予告編が長くて恐縮だったんですけど、しかしここへ来て、共産党との選挙協力から、政策にまで影響が、民進党の政策に、共産党の影響が及ぶようになってきましたので、これはもう私としてはもうこれ以上はとどまることができないということで、今回決断、もっと大きい声でお話遊ばせ、そうですね、年寄りですからね、そういうことで決断しました。なるほどね、蓮舫さんとの意見交換なんかもなさったわけですか？このことについて蓮舫さんと話はしませんでしたけども、それは彼女が去年代表選挙に出る
時にもですね、はい、私はあの共産党とのこの関係は一旦白紙にすべきだと、うんうん、憲法改正の提案をすべきだと、うん、それから国対中心の今の党の在り方を変えるべきだと、うん、この3つを、まあ、あの申し上げて、うん、まあ、全くその通りだというお話だったんですけども、全くその通りとおっしゃったのでは、はい、全く賛成だと、うん、しかし、まあ、1年見てきて全く変わってないので、うん、まあ、これはもう何も期待できないと思いましたから、うん、どう思いますか、金比さん。全くその通りとおっしゃっててほとんど何もなさっていない。私ね、うんうん、蓮舫さんってね、うん、口は達者ですけどね、うん、理念も何もない方だと思ってます、うん、そのように見えます ね私は ね、あのかなり早くから、はい、あの蓮舫さんは存じ上げてたんですけど、実は長島さんもね、彼が補欠選挙に出た時から ね、はい、応援してたんです私実は、はい、でね、やっぱりね、ちょっとね、最初からボタンの掛け違いね、それがずっと続いちゃったんですよ、ね、私はそういうふうに思ってる。あの、まあ、長島さんは石原伸晃さんのところでちょっとお仕事なさって、ね、はい、そしてその後、まあ、選挙にお出になりたいということで、本当は自民党から出たかったんですか。まあ、あのアメリカに7年いて、でその後帰ってきて出るっていう時に、まあ、もちろん自民党っていう選択肢も当然あったんですけども、はい、まあ、私あの時はあの二大政党で競い合う政治っていうのを非常に重く考えていましたので、第一野党第一党の民主党を選びました、ね、今おっしゃったボタンの掛け違いって何。ね、私ね、うん、長島さんとの初対面はね、はい、岡崎研究所の、なるほど、岡崎久彦さんの研究所で、であの長島さん当時まだねアメリカにいらしたんですよ、で中間で帰ってらした時に一時帰国の時に、はいはい、岡崎研究所でパーティーがあった時に、はい、実はその時は初対面だったんですよ。なるほど。と当然ね、うん、彼はその岡崎研究所の、まあ、ある意味じゃあね、あの岡崎さんの弟子みたいなとこもあったので、はい、当然選挙もう政治家を目指してることは分かってた、はい、でも当然出る時はね、自民党だと思ってたんです自然になんかそんな感じが実はしてて、そしたらあの要するに 補欠選挙っていうか補選をやるっていうことになって、それで民主党から声がかかったんだよ ね、だって彼は急遽アメリカから帰ってきて選挙になった、その時は負けたんだけども、でもねそこからなのよ、要するにボタンの掛け違いっていうのが、つまりその政党の選択が、まあ、間違っていたっていうことをおっしゃりたい、まあ、そうね、あの時ね、あの時代っていうのはやっぱり自民党っていうのはね、全部ねなんかこうなかなかね若い人がそう順番がね決まってんですよ、順番が決まってるし、候補者の大体 ね、この人が2世とかね、それでね、ある意味ではね新人がこう入り込めないようなね、そういう体制もあったんですよね、それは自民党の問題だったの、両方の問題があった、そうなんです、まあ、そしてそれから今回そのずっとなさっててね、あなたも防衛の専門家でね、本当にもうさまざまな提言なさってきたし、あの頃からいいレポートも書いておられるし、いやだからあの頃からだからね、そうですよ、出る前からアメリカに行ってて、実はずっとね、あの危機管理、そういうね問題にね彼は本当にねよくねアメリカでもう研修をしていろんなことをねずっとやってらしたんですよ、だからあなたのね政策的なことをちょっと後で聞きたいんですけども、まずその党内で蓮舫さんってどんな感じなんですか、こう皆さんの意見をねこう聞いて分かりましたと言ってもあなたが離党するところまでやっぱり追い詰められちゃうわけだから、やっぱりその党首としてまとめていかなきゃいけないわけですが、どうなんですかそこは。まあ代表のせも代表、まあ、代表の問題もあるかもしれないし、はいはい、あの野田さんが幹事長をやられてますから、まあ、幹事長のを中心とする執行体制ですよね、はい、今の執行体制がやっぱりあの次の選挙、あるいはこの国会の次の質問とか、こういうところ極めてこう短期間に結果を出そうとするあまり、こう政権までの長期戦略を描ききれないで、ずっとまあ低迷している状況が続いていて、私はねあの後でちょっとそういう話になるかもしれませんが、あの二重国籍の問題がなければね、蓮舫さんが、まあ、ある程度知名度があったんで、去年の夏に蓮舫さんが、まあ、代表に選ばれた時にもう一旦野党共闘は見直しますと、でもう民進党の当時は民主党か、民主党をまず一から立て直しますって、
宣言してればもう少し状況変わってたというふうに思うんですけど、うん、結局二重国籍の問題が絡まって、うん、彼女がこうスキッとこう、うん、そういう宣言ができなかったんで、うん、結局岡田さんの路線をそのまま引き継いじゃったんですね、うんうんうん、ですから、まあ、その時私としては正直言って、まあ、私自身も出ようと、うん、代表選挙に出たいと思って準備もしましたんで、うんまあ、その時から本当に、まあうん、このままではもう難しいなと。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。